はい、今日はね告知ということで、はい、12月、19日木曜日ですね、はい、イベント開催ということでですね、告知させていただきたいと思うんですけれども、どんな告知な、あのどんなねイベント内容かっていうところを、はい、矢先生お願いします。はい、あのですね、僕は、まあ、東京の方に出張に行くので、はい、ちょっとみんなとコミュニケーション取りたいなというところで、はい、12月19日、はい、木曜日、マナビズの新宿、教室ですね、はい、あのウェイズさんと一緒にやってるところなんですけど、はい、そこでですね、受験相談を僕が直接やろうと。ぜひぜひ皆さん来てください。マジで来てください。はい、はい、でこれちょっと、残念なんですけど、はい、ここから高3浪人生をやってもなかなかこういいようにしてあげれないっていうのもあって、時間も限りありますしね。そうなんですよ、はい、高校2年生のみと、はい、させていただくんですけども、はい、なんとですね、人数が限定4名、はい、4名、はい、僕自身の時間がごめんなさいなくて、はい、そのね、前も後もちょっと予定があるので、うん、一応4時10時ぐらいでいるんで、うん、その間でもうがっつりがっつりやろうかなっていうような、感じでございます。4時10時も部活終わってとか、はい、学校終わってすぐ来てもらうとか、そうですね、だからね、学校を終わって部活やってない子とかだったら多分4時とか、そうですね、早い時間、まあ、その時間は結構空いてると思うんですけど、多分ね6時からとか、うんうんうん、7時半からとか9時からとか、うんうん、その辺のゴールデンタイムに関しては結構ね、すぐ埋まると思うので、ね、うん、この動画を見たらすぐに申し込んで、高校1年生で東京の子が、いらっしゃればですね、うん、ぜひ申し込んでいただきたいなというふうに、思っております。これ1対1で喋るんですか？そうなんですよ、1対1です。1対1なんで少ないんですよ、はい、なるほど、はい、どういったことを話せるんですか？もうそもそも大学受験までの、設計とか、うん、おをできるだけ全部やって、コンサルっぽいことを、もうコンサルやります。おー、はい、全部コンサル僕がやります。すごいな、はい、これなかなかやばいでしょ。これやばいですね矢沢先生からコンサルできるってもすごいことですから、ね、そうですね。でも東京の子となかなか僕がコミュニケーション取ってなかったんで、ちょっとまあ僕がもうその告知も急になっちゃったんで、うんうんうん、その大々的にはその、ね、場所も借りれないですし、うんうんうん、年末だったらいろんなとこ埋まっちゃってるんで、うん、予約 で、うん、だからマンツーマンでやりましょうかっていう話でなってます。なるほど、ぜひぜひもう勉強の方悩んでる子は受けてほしいですね、これはもう。そうですね、うん、で何時から何時みたいなその予約に関しては、はい、概要欄とか、はい、コメント欄にあるフォームから申し込んでいただきたいなというふうに思います、うん、何時からスタートみたいな希望をかける欄が多分フォームの中にあるんで、うんうん、だからそれをちょっと選択するか、まあ、書き込むかして、申し込んでいただければなというふうに思います。だいぶすぐに埋まることが想定されるので、うんうん、早く申し込み、はい、お願いいたします。はい、はい、あともう一つ僕ちょっと言い忘れてたんですけど、はい、参加者特典がありまして、はい、なんとここに参加してくれた子に関しては、1ヶ月分通塾無料になるという、準備を新宿校でしてですね、どでかい、はい、なのでもしちょっと悩んでるみたいなんで来てもらってもいいし、ちょっと学びず前向き検討したいっていう子も、うん、もちろんその日に来てくれた僕対応するんで、うん、ぜひ来ていただきたいなというふうに思います。あとですね、ぜひよければ、うん、その保護者様にも僕参加していただきたくて、もう最近保護者トークとかやってるじゃないですか。そうですね、はいはい、でやっぱりその質問内容とか見てると、うん、そのいやもうほんまに正直ね、ごめんなさいね、全然分かってへんなと思う部分があるので一対多でね、話す場だったら僕保護者様とかだったらあるんですけど、うん、はい、なかなかね1対1で話せる場っていうのは少ないので、うん、ぜひ東京でやるのはもう初なんで、うん、ぜひ参加していただければと思います。はい、はい、それではこの告知はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。最後まで見てくれてありがとう。この動画がためになったと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。マナビズム公式 LINE では大学別対策の e-book や映像授業を無料プレゼントしているので、概要欄からぜひ登録してください。